元気がなさそうだけど、どうしたの？今日、部活の練習で足を怪我しちゃって、来週夏祭りがあるのに浴衣を買いに行けないんだ。それは大変だね。でも、いい案があるよ。島サポを使ってみたら？島サポって何？島村が行っている移動販売だよ。2024年の2月に始まったサービスで、島村が地方や老人ホーム、障害者施設に来てくれるんだ。足の不自由な人や普段車を運転しないご年配の方も近くで服を買えるんだよ。それは便利だね。ちょうど明日やってくるみたいだよ。行ってみるよ。移動販売どうだった？本当に近くの公民館で買い物ができたよ。私はこの浴衣をゲットしたんだ。とっても素敵だね。あとは足が治るのを待つだけだね。これは島サポを教えてくれたお礼だよ。ありがとう。ファッションがあなたのもとへ。